綺麗な私ね、綺麗な飽きてないんです実は音沙汰ないと思ったでしょ。ちょっとね、火曜日に撮影できないってことがちょっと続いてしまって、平日ね、私このケーナの練習をだいたい朝7時半から8時半、うん、1時間ぐらい、まあ、短い時で30分ぐらいはね、毎日ずっとやってるんですね、実は実はやってるんですよ。ただあの火曜日に YouTube 撮影できないってなると、どっかで補填しないといけないんで、どうしても平日に撮ることになるんですよね。あの火曜日以外に撮ることになるんですよね。何の時間を潰すかって言っても、この時間は潰すしかないんですよね。で、まあ、それもあるのと、あとね、私体調もちょっとほら悪かったっていうお話をしたじゃないですか。あれね、なんかもう本当、実はこのケーナをやり始めてから、もう首のここがね、もともとあんまちょっと首のとこ調子が良くなかったんだけど、それがねさらに悪化したんですやっぱこうね、こう拭いちゃうんで、どうしてもとね、ずっと下向いてることになるんで、まあ、最近はこう、もうこうやってやるように心がけてるんだけど、やっぱこう気がつくと下向いててね、うん、なんかこの辺のやっぱりほら神経って集中してるとこじゃないですか、確かね、脊髄とかね、うん、だからこれも関係あるのかなと思ってまあでもあって、ここ2週間ほどはね、そんなにまともにできてないんですよ。ただ、今日10日なんですけど、まあ、見える前にこの動画出せるかなとは思うんですが、レンさんがね、またね、レンさんのホームコースですからね、レディオガがね、また見えるんで、16日の月曜日だったかな。まあちょっとそれまでにまたもうちょっとこう、まあもう今更ね、こうやって、そんな変わんないのは分かってるんだけど、やっぱりね、ほら、やってるからね、ちょっとでもこう進歩してるところをお見せしたいっていうのもあるんでね。やっぱ、緊張しますから、私も。また綺麗な初めてないですからね。せっかくなんでちょっと、これは、あの、でっけえなじゃなくてなんだっけ。ケナーチョ。ケナーチョなんで、ちょっと、じゃあ、ちょっとだけ吹きますよ。ちょっと音量控えめで、ちょっとご近所様のことがあるんで。音量控えめ で、あの、何度も言い訳しますけど、これ結構強く吹かないとケーナって本当にいい音が出ないんですよ。それただでさえ下手くそでね、ケーナ始めてもいないのに、それを音量抑えるから、まあ、それをちょっと踏まえた上でお願いいたします。では失礼いたします。まあいずれね、ちょっとこう、もうちょっとね、上手になったら、こうちょっと別の場所で、まあ興味ないとは思いますけど、別の場所でね、ちょっとったものをお聞かせできたらなと思っております。失礼いたしました。皆さんこんにちは、ガガの高橋です。今日はですね、センサーコードのお話をしたいと思います。センサーコードお見せしましょう。じゃんじゃんっていうほどのもんでもないんですけどね。センサーコードご存知ですか？ブラシレスモーターにはですね、センサーコードというものが必要になります。これが何かっていうと、いわば接点がないんですね、ブラシレスっていうのは。なのでモーターがどの位置に向いているかっていうのを判断して、それで信号を送って、アンプがそれをね制御して、どの状態でも気持ちよくスロットルのこう制御、細かい制御というのをですね、できるというすごく 大切な部分になります。ただ中にはセンサーレスモーター、センサーレスブラシレスというものもあります。最近ただね、センサーレスというのはかなり
減ってきまして、ないことはないんですけども、センサーレスだったら必要ないんですが、いわゆるほぼほぼ今流通しているブラシレスモーターにはこのセンサーコードが必須となります。で、中にはちょっとね、例外としてこのセンサーコードがなくてもセンサーレスブラシレスとして動く、まあ、ブラシレスもあるんですけども、またこれについてはちょっとね、後でお話ししますね。じゃあこのセンサーコード、これですね、こちらですが、実はね、非常にこれデリケートなんですね。かなり細い線が、かなりこう高電流が流れるものに付随している。もうこれ自体にね、これは信号を流すだけなんで、これに電流はね、そんな言うほど流れない、多分ほとんど流れてないんじゃない、まあ多少は流れてますけど、じゃないかなと思うんですけど、どうしてもアンプとかモーターとかものすごく激しいところにこれが接続するものですから、どうしてもやっぱりその熱とかでね、やられてしまったりとか、あと激しいクラッシュなんかしたりすると、どうしてもね、このものすごく細い線でものすごいデリケートなコネクタになっているので、結構壊れます。で、かなりの消耗品だということをね、ちょっと念頭に覚えておいてほしいんですけど、私がね、お店営業する中でよくあるトラブルの中に、やはりちょっと動かなくなったとか、スロットルがおかしくなったっていうことがあるんですね。その場合ですね、9割方はこれを変えることによって解消したり治ったりするんですよね。まあ当然ね、走るスタイルとかスタンスとか、まあそのね、腕のレベル帯にもよるんですけど、激しいクラッシュの多い初心者さんだったりすると、コードの根元が断線してしまって、でこれね、あの完全に断線したり、たくさん断線すると、まあ一応ね、もう明らかに止まっちゃうんでいいんですけど、ちょっと中途半端なのが、これ多分初心者さんだと気づかないんですけど、どこか1本断線しているぐらいだと普通に走っちゃうんですね。ただすごいベテランさんとかね、エキスパートドライバーになると、その違和感を感じることができて、あ、おかしいって思えるんですけど、まあ多分中級者さんまでだと、そのちょっとした断線が判断できなかったりするんですよね。まあなのでね、まあこの寿命というものを、まあ、この寿命というものをね、どのくらいだろうっていうふうに言われると、それは本当ね、ケースバイケースなんで言えないんですが、まあ、あえて、高橋、あえて言ってくれと。もうとにかく、あえて言ってくれって言うなら、もう毎週、ね、週末は必ずラジコンをしているという方なら、もうこれ、あえてですよ。文句言わないでください。2ヶ月ぐらい、と思っておいてもらってもいいのかなと。まあ、上手い人でね、そんなほとんどクラッシュもしない人とかだとね、あれですし、あとこの、配線の付け方ですよね。こうフラ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 するようになっちゃうと、フラフラするので外れたり傷んだりもするし、今度ちょっと引っ張りすぎていてもね、どうしてもコネクタが甘くなってきたりとかっていうのもあるので、その辺もあるんですが、まあだいたい2ヶ月っていうとね何言ってんだって思う方いるかもしれないですけど、うん、まあ私はそのくらいかなというふうに一応ね、思っておいていただくと安全かなと思います。特にご自身でね、このセンサーコードが傷んでいると、こう判断できない方ですと、そのくらいに一度変えていただく。もしくはレース前にですね、例えばね、普段のちょっと友達とやるとか草レースだったらあれなんですけど、ちょっと例えばタミヤグランプリに出るとかね、大きな大会に出るってなったら、その時にもう無条件でね、新品に交換していただいても、まあ損するものではないと。で、その外したやつもね、無駄にはならないので、まあ、そのくらいの感覚で、これタミヤさんのね、これ360円定価のものですけど、まあ、そんなにね、びっくりするほど高いものでもないですし、かといってすごく重要なね、制御をしている部分でもあるので、変えていただくといいのかなと。で、このセンサーコードも実はね、メーカーによって耐久性というのがあってですね、うちが置いているのは、こちらのマッチモアさんと、この双葉さんと、あとはまあ、タミヤさんのはね、これ、タミヤグランプリに出るにはこれじゃないと出れませんので特にタミヤグランプリに出るんじゃないってんであれば、私はこの辺をお勧めいたしますあとセットに付属してくるやつで、ワイヤーがねものすごい強く巻いてある硬いものとかあるんですね。まあ、あれは例えばこうギアとか地面に吸った場合の巻き込み防止としてね、非常に有能なんですけど、ご自分で長さを調整できたり管理できる人ですと、あのワイヤーがねない方が結構いい場合があります。こうやっぱ柔らかい方が使いやすいですし、まとめやすいともあるのでね。あとはまあ注意点としては、まあ、最近ほぼほぼ大丈夫なんですけど、一応これ信号が流れるところなんですね。
でアンプによってはですね、このモーターの ABC のケーブルあるじゃないですか、あれと一緒に束ねてしまうとノイズが出て正常動作しないってことも全くないわけじゃないです。たまにありますね。なのでなんかおかしいな、うまくいかないな、ちょっとノイズ入ったりなんかノーコンっぽいのなるなって、スロットルの具合がおかしいなと思ったら、ちょっとねその ABC とまとめてあったらちょっとこう離してあげるっていうのもとりあえず頭の片隅にちょっと覚えておいてください。で、最初の方に言ったですね、例えば今でいうホビーウィングのアンプとか、多分今もそうだと思うんですけど、センサー付きのモーターなんですけど、センサーレスも動いちゃうんですね。これついてなくても、多分今のも動くと思うんですけど違ったらごめんなさいね。まあそうじゃなくても動くものも存在します。これはありがたい反面危険なものでもあるんですね。どうしてもやっぱセンサーレスになるとこうスロットルのレスポンスが本当に悪くなって、運転もギクシャクして細かいところが使いづらくなるんですよね。で例えばいい点としては、クラッシュなんかでセンサーに異常があっておかしくなってもリタイアしない、最後まで走ることができるっていうことが言えるんですけども、まあ、もしくはね予備ない状態でセンサーコードが切れちゃったと、それでもその後遊ぶことができるというね、かなり大きなメリットはあるんですけど、これシビアなデメリットを挙げると気づかない場合が結構あったりしますね。まあ、ある程度結構ねやり込んだ方だと思うすぐに気づけるものではあるんですが、特にやっぱり初心者さん中級者さんまでの方ですと案外気づかなくて、なんかわけが分かんないんだけどうまく走れないんだよねみたいなこともあるので、まあ、そのあたりもね一応なんとなくこの辺に念頭に覚えておいていただいて、まあ、いずれにしてもですね、このセンサーコード、まあ、今までねちゃんとちょっとお話したことなかったんで今日お話ししてますけども、とにかく存在としてはかなりデリケート、あと何かスロットル関係のトラブルがあった時にはまず最初にセンサーコードを疑う、これを覚えておいてください。でちなみにですけど、ほとんどの場合これで解消したりするんですが、このコネクタが刺さるセンサーの基板が ESC 側とモーター側に中に基板が入ってますね。これがいっているとこれをいくら変えてももうダメなんですね。そうなった時には、まあ、メーカーに修理を出すなり、まあ、修理ができないものであればもう諦めるといったことになりますので一応それも覚えておいていただけるといいかなと思います。それではですね、今日の動画もしよかったと思っていただけましたら高評価をお願いいたします。非常に励みになります。またチャンネル登録ですね、ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。